乃木坂46、筒井あやめが28日、火曜日。発売の BLT 2024年1月号に出演する。今回は千葉県外房で筒井に恋する一日をイメージして撮影。ドライブデート中、助手席に座りたいもない会話をするナチュラルな一面を見せたかと思えば、昔ながらの喫茶店でチョコレートパフェを食べる彼女の少しミステリアスな可愛さに目を奪われる。車中の会話が弾み始めた頃に到着した海では、その美しい情景に彼女が見せた素顔をカメラに収めた。さらに、照明を落としたホテルの一室で静かに佇むと、昨年高校を卒業して大人になった表情を見せてくれた。まだ見たことのない筒井の愛くるしい姿に、思わず心が動かされるグラビアとなっている。34シングル、モノポリ、で5作連続の選抜入りを果たし、ラビット、TBSK にて、ラビット、ファミリー、金曜日を担当し、その高いバラエティスキルが話題を呼んでいる乃木坂46、弓木奈緒が約1年半ぶりに、BLT に登場。今回は持ち前の鋭くも美しいビジュアルにフォーカスして、切れ味をテーマに撮影。真っ白で何もないシンプルな空間で彼女の美貌に正面から向き合った。乃木坂465期生連載には、川崎桜が初登場。毎回テーマを変えて乃木坂46の5期生をソロで取り下ろす連載、グラビア向上委員会グラビュアアラモード。愛くるしい可愛さが印象的な彼女を今回は、小動物をテーマに撮影。川崎桜というただただ可愛い生き物を一枚一枚収めていくイメージで、パステルカラーの室内のほか、日が差し込む森の中でさまよう、小動物サクタンを切り取った。個性的なヘアスタイルにも注目。また、同誌には、秋元康総合プロデュースの新アイドルグループ、ホワイトスコーピオン、僕が見たかった青空、宮越ゆりや、AKB48 17期研究生、山崎空、渋谷カノン役、伊達さゆり、現役の高校2年生藤江幸佳、アイドルグループ、スプスラッシュの最年少メンバー瀬野真凛、象眼と抜群のプロポーションから、衝撃のベビーフェイスの異名を持つ大滝沙羅も掲載される。